はい、女性のとこ来ました。これ入った。ズボンズボン1枚ね。いい番号お願いします。勝ちたい痛い。いいやん、前は123番で。頑張ろう、行きましょう。イエーイエーイエーイ。作業のように手振ってんだあいつマジで。というわけで上から攻めていきましょう。どうしよう、番長すれば取れるし、凱旋ハルス、ハルスとかもいけんのかな。ハルス行く、いやハルス全然ダメだからな。まあいいか、ハルス行くか。いや凱旋が前強いんですけど、ハルスがまだ壊せてないっていう理由で、だからクソ相性悪いからな。どうしよう、うわこれこれいい具合にへこんでんな、これ前日クソへこんでる。これこれにしますか。おはようございます、いつもです。というわけで、勝負が終わりましたね。全ての勝負が終わりまして、でまあ僕と YOSHIKI さんの対決が終わりましたということで、まずそっちのね、報告からちょっと僕メモってるんで、いきます。磯丸がマイナス800個枚、まあ、マイナスなんですよ。ただ YOSHIKI さんめっちゃ嬉しそうですけど、マイナス1175枚ということで、若干ですけど僕勝ってるんですよね。なんで多分ですけど、今頃多分今 YOSHIKI さん実践してるんですけど、今頃 YOSHIKI さんはこれやってるかなっていうふうには思います。わかんないですけどね。でまあ今回バトルやったんですけど、この1ヶ月は、次の1ヶ月からはまあ次2ヶ月目入るんですけど、これがまあなんかそのバトルというよりかはっていう感じなんですけど、まあその間のグッド数がまあ一定の数値を超えるごとに、まあ、プレゼントが来ると。でまあそのプレゼントの内容っていうのをちょっと俺まだあんま聞いてないんですけど、まあまずね、まずはそのみんなに無理やり押してもらったかじゃなくて、まあおもろい動画をやっぱ、まあ、見せ場ある動画をね作って、これを押してもらうということで、あじゃあもう今日の動画から、皆さんに押してもらえるようにちょっと頑張っていきたいなというふうに思います。で前回からおそらく負けの流れが始まった、これ確定です。もうこれ確定なんで、この流れを変えるべく、うちのポイズン田中さんっていう人がいるんですけど、ポイズンがあこれは何ですか、はいすいません、いただきます。毎回使ったこれ結構古くないですか、4年ぐらい前オリンピック、紐の色が段違いなんですよ。くっそ黒いんですけど、これでもこっちの方が効果ある、こっちはこれも効果ありますか、これで1回勝ったんですか、試行回数何回ですか、3回負けてるんですか、絶対ダメじゃないですかこれ。123プラス N 白豆点3でギャルで吹っ込んでくんで、よろしく行こう。そろそろ負けの流れ断ち切りだね。よ磯丸だよ、新章が始まって新しいミッションが与えられたぜ。ミッション達成で可能な限りの願いが叶うっていう話らしいんやけど、失敗の時はなんか恐ろしい収録があるみたい。2回目となったショートミッション、今回は10万いいねを達成せよ。5万いいね達成でスローパチグッズを視聴者プレゼント、10万いいねを達成したならばてん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 、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタンを押してくださいというわけで、今日も、成り上がり成り上がり。あというわけでハーレス、もうね体が吸い寄せられてきたわ。まあでも今日はねしっかりへこみ台を狙ったからいけるぞ、いきます、ぶっ壊します。はい、さあ行くぞ、因縁の戦いに今日終止符を打つ。ただまあぶっ壊すといえば、前ハーレスやった時前回転2回引いたんで、ただ普通のゴッドプチュンとかが引けなかったんですよね。前回転ゴッドは引いたんですから、俺プチュンの方が結構やっぱ好きなんで、前日242ゲームで合わせて400では、まあ、今のこの煽りがあんまなかったですね。おお、どうした、天国や、
なんでだろう、なんか引いたっけな、なんか引いたか、知らん間に言ってたか。どうしよう、今ぴったり1番ですね。これあたり早くで刺すだけですね。刺されよー、ああ怒っちゃった、まあ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 、とりあえず1番に1回は天国行ってくれましたね。いやまだいるわ、まだいますね。じゃあこれ2枚目入れましょう、入れましょう、これで当てよう。さあ前戻ってきましたね、やばい、よし、これなんか行ってそうな気がする、もう一回来い、よし、これは取ったの、綺麗な当たりじゃないか、よいしょ、まだか、ゴーゴーゴー、よし、オッケー、いい、綺麗、俺もようやくみんなについてこれましたね、周りみんな当たってる、俺だけ当たってなかった、あ、283ゲーム、ジャッジメント、よし、これはかなり綺麗な当たり方でしたね、投資が1万1000円です。で、この AT 上乗せを頑張れ AT にします。まあ毎回そうなんですけどね、行きましょう、ゲルベルス、よし、いいよ、これで嬉しいもんな、俺、いい子いい子、落ち落ち、吠えろ、吠えたらいけるぞ、ビーム、帰ろ、さあ70ゲーム、まあ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 、ハルス、ハルス、惜しい、惜しくはない、惜しくはないけど、なんで今そっとお守り置いたんですかまだ早い、まだ早いですよね、これまだこれ早いでしょ、これ握りしめてレバー叩くのは上乗せ特化ゾーンの時だけっす。やべえ、そんなん言ってる間にもうねえわゲームス、相変わらずノー上乗せか、人間そんな簡単には変われないと、なんかメッセージを送ってきてますね。なるほど、まあいいでしょう、286枚、まあよく出ましたね。3000枚を超えられないんですよね、俺ハーレス3000枚、4000枚か、4000枚の壁を超えられないことが多々あるんで、多々あるというかマジで超えられないんで、ハーレス打っててそれはねえだろって俺は思うわけですよ。まあその克服ですよ、要は上乗せできない病にかかってるんで、僕はもう何度も何度も思考を繰り返して直す。あるよ、はい、よし、キララ3連96ゲーム、これでね3連目当たるようならマジでいいんすけどね、はい、よし、両連いただきます。あー、いや当たんねえかなこれマジで、いや惜しい、あるあるすぎて、いや当たったー、キラナ3連で当たったドン、OK、これはキラナ3連でございます、あるぞこれマジで、手こみ上げ狙いが王道なんだわこれ、いやでもこれ調子乗ったら、ね、怒られるから調子に乗んな、ここで、ね、調子に乗ると負ける、頑張れ行こう、これはマジでいい挙動っすね。そしてハーレススタートすればなおよし、さあよっ、ベルナイ行きましょう、あー出たー、そしてハーレススタートもなし、いやー50はサビ、まあでもキララ3連で当たったことに意味がある、上乗せ確定、よっよっ、斜めキララか、普通は10やけど50、おしよし大丈夫、よし、いやいい、50いいっすよ、おいいぞ、もう一個なんか熱いの、いやいいですね、これで100ゲーム外れてるのと一緒なんで、でかなり枚数も取れてるな、379枚、まあかなり上出来、これいつもみんなカメラマンに聞いてるんですけど、今日はどのゴッドがいいですか、オーダー通りにしますよ、希望は、はい、はい、
文春が激アツ。わかりました、文春演出でゴッドを絡めると、これができたら晩飯ゴチで、あ、いいですか、マジですか、池袋ゴチですか、池袋ゴチですか、袋ゴチ、これもあるからね、この袋確定あるですからね、袋なーい。でもなんか俺がノーリスクなのもなんか平等じゃないし、あんまひりつかないんで、プチュン引いちゃったらまあいけないですけど、まあでもそれは一緒ぐらいじゃないですか、プチュン引いちゃったらオッパブ、オッパブ、はい、3枚目いこう、いやですね、4枚目ですか。これいつもこれ踊らされてますけど、でも今全然良さそうじゃなかったんでね、992グラム。いやこれ今ポンと押したら絶対外れるんで集中。はい、知ってるけど知ってるけど毎回これ1日1回これ絶対これやるもんな。これで今1000ゲーム到達ですね。もう天井でしょ、目指すのは。5枚目、もう俺もね、いくら入れてるかわからなくなってきてる。昨日の今日で確かにそんなに引きが強くなるわけはないと思ってるんですけどね。ゆーっと待て、くっそ前ベッドっす。俺の台っすよね、違う、え向こう側違うよな、多分俺の台なんですけど、今クッソバイブったっす。1105ゲームいきます。引くんだな、磯丸は。これありがとうございます。投資の方が40,000円まくれる。いや俺これ初めてやな、このどえらい、もうすぐ電話やったんですよ、もうブーってきて気持ちやな俺。危ねえ、最初ちょっといい当たりが出したから俺期待してたんですけどね、しっかり線まで行きやがって。行きましょう、とりあえず一発目。そしてこのゴッドは僕は寿司をおごるゴッドでもなければ池袋ゴッドでもないんでセーフセーフではわからんけど、ゴッド1次連させましょう。コピーの方行きましょう。ナビがないなかった。さあ行こう、よし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 、危ねえ危ねえ危ねえ、もう俺なんか8万負けとかを予想してた。ただこれで喜びよ、じゃまだまだ全然早い、甘い。目指すはゴティンゴ、つまりゴッドインゴット、略してゴティンゴさせるしかないです。やっぷんね、マジで危なかった。安心安心安心、いやまだでもオールワンチャンマジであるからな。ワンワン
ワンワン王国になるのに。さあ行きますか、411枚行きましょう。頼むぞ、ここに集約させろ俺の熱さを。ここじゃない、ジャッジメントだよ。さあ飛べよ、割れよその卵、飛べ。いやーベル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 ですね。まあまあ一発目にしてはまあキャルベルスのこれがなかっただけでも全然いい。行きましょう。昨日ハーレスで俺は900台打ちで乗っけたんですよ。それを思い出す、まあ、ベルとハーレスは誰かで違うんですけど、まあ、大丈夫です。行きましょう、これをね揃える、大丈夫、行きましょう。臆するな、大丈夫です。いや二角させますか、よしこれで二角、いいよ50、いやある、これは来た、よしほぼ 80% ぐらい来たいの。 OK OK、 そしてループ率絶対持ってるんでハイパーループで800ゲーム乗せる、いやいや色ね、青、いやいい、関係ね関係ね関係ね、これで壊せるやつが出せるんだって。いやいい、いや間が大事なんで、ここじゃねえ、ここ、200、まあ上出来、回る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 、あーない丸も、すでに平均を超えてる、もう一発、よし惜しい、大丈夫、9分の1、よし、いやー、はいはい、よし、いや取れない、フェイクはいける、まあフェイクいけてるだけいいんですけど、よし、いやー、いやー、あらがったんですけどね、まあまあまあペルセポネで300なら上出来でございます。よし、ここから頑張りましょう、ハーレスステージドン、惜しい、よし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 、とりあえずまとまったデルマ取るとですね、1500枚はおそらくどう転がっても出せるかなと思います。よし、おー上乗せですね、かデジャブ、下バネが衝動してます。いや中段切ならいいですね、これはとりあえず言っとく、まあこれデジャブですね、はいはいはい、100回る、はい、60 本日初の中段切ならは60ですね、はいだけよっ、なんで乗らん、デジャブはよし、これはうわデジャブじゃねえ、デジャブじゃねえあ、よし良きかな、あーこれは潜伏が潜っちゃうかな、これはなんか本船長だから演出、これ当たるだろ、あ当たらんこれはなんか後乗せですね、赤ダイヤ2つで、おおまた下パネショート上乗せですね、いやーこれは中段リップが良かった、まあまあまあこれでもデジャブします、パインパインパイン、まあこれで40のせい上がれ、いやーえ逆に行きましょう、当てなきゃね、やっぱ今日エルゾーン絶対当てれてないんで、さあ1642枚ですね、あと2つストックあるんで、どこはさ飛んでこい飛んでこい、行きます、来い、やーい、まあいいでしょう、あのバカにはできないね、こいつも痛恨の60ですね、1957枚、お父さん降臨、
どの世話なし。いやー、体操のお兄さん出てきて、さあ来い、パンパンパンでいきます、飛んでこい、体操のお兄さん出てこい、でっよー、お前かい、あなたかい。なるほど、いや違うんだって、違う、よし、よし、とりあえず1個回せ、いやー、ちげーんだって、110番やね、通報しよう。いやー、エニョニョニョステージ、よう見たらプラス息いってるよ、全然気づかなかったけど、これでフラットには戻りましたね。いやなんか後半上乗せ乏しいな、ここなんだろうな、この爪の甘さ、ゴッドイで満足してるから出ないんだろうな。いやー感じいいですかね、2480枚、勝負、あとはなんかループ取ってね、弱いですね、めちゃめちゃ、おー待って、ありましたね、氷でずっと転敗せず最後転敗して当たりましたね、全然弱くなかった、16ゲーム、 OK、 よしまだいける、まだ目指せる、頑張っていいよっていうことやと思うんで、まあこれは多分ゲルベロスなんですけど関係ないです、警察犬、はい、苦しい、いラジオゲームっすね、きついな、ハーレス、やっぱよっ、上乗せしてくれー、おお、ぶっ刺さりでございます、とりあえず第1停止、中断キラーだからいきます、2回目、いやこれ割と王道というか僕自身はあんまないっすね、これやりでゴッドっていうのは、今もうすっごい出てます、ピューって、ああありがとう、ごちそうさまです、ゴッツさんです、あっ、ハーネスを僕の何割回登録でゴッド2回で多分初めてや、よし頑張った、よし、ここからですね、残り110、嬉しい、もういけるぞ、5000枚、行きましょう、もう一発1ゲーム連でゴッド再生数500枚いきます、はい、無理や、いや嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、もう一発行こう、このジャッジメント3つ何が入ってるか分かんないけど、もうねやっぱハーレスのゴッドはなんかその宝箱を開ける感覚なんで楽しいっすよね、いいプレゼントになってくれよ、犬のぬいぐるみはやめてくれ、さあ2929枚、肉肉っすね、晩飯は焼肉やな、これはお守り使っていいですか、もうすでに使っていいですか、これをちょっと握りしめたまま、これ紐引っかかると危ないな、握りしめたまま、おい、大丈夫かこれ、おーすんごいな、これお守りすんごいな、準備中でこれですからね、頼むぞ、来ますこれ、来ますよね、犬ゲルベロスさんですね、まあその毎回都合よくはいかない、ちょっと置いておきましょう、一旦80、あーいいでしょう、これでまあ最初36キロなんで110ゲームですね、よし3279枚、飛べよ、50%、飛べ源氏ドーナデイ
動物園あんのこれ。いや商売3500枚。頼むぞ。ハーデスのかっこいい W が見たいんですよ。行きましょう。来い。飛べ。よしよし。降臨。お守り降臨でございます。これを指にぐるんぐるんに巻きつけて、あ、負けで、負けで、よしよし、これでいきます。お守りを叩きつけると良くないからだ。こんな感じでいきます。頼むぞ。これはもう田中さんが言うにはもうこれも最強らしいんで、いきます。昨日900あったぞ。いきます。来い。大丈夫ですかね、これ。大丈夫。俺はもう自分を信じない。お守りを信じる。お守り、お守りパワーよっ。なあこいつ。赤なんでこれ。いやお守り。いやこれマジガセ。これガセなの。いやお守りじゃない方の手でいきますわ。ちょっとダメだわ。やってる。いやもうお守りはあくまでお守りですから、いきましょう。やっちまった。いやつまりこのゴッドはゴッドの100と110と90と100なんで400ゲームから。しょぼいな、はい、いやおかしいおかしい。これはストッパーだろマジで。自分を超えられないんだもんな。26ゲームループ60。早速前積みどいてくださいね。これストッパーやろこれ。5枚足んないっすね。ちょっと待って、おかしいな。3995枚ループありゃもう絶対行くんですけどね。そろそろ来ないで。やっぱこれもただの状態いいやつや多分。ループないっすね。ただの状態いい人。いやこれ V で揃ったらもうイケイケどんどんやけどな。いや嘘マジマジあんのうわあんのマジイケイケどんどん。これホバゴットホバゴット。よし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 。思ったより取ってましたね。よしこれで3個、これ含めて3個っすね。いけ、これいくやー。4000枚。よしよし、もうこれもしょうがない、これしょうがないんで全然いい。よし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 、はい、しょうがないしょうがない。文句は言え文句は言え。よしまあとりあえず4000枚のパー。よし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 。じゃあ次の目標は5000枚。ここからまだ続きますね。あと最低2つあるんで大丈夫です。あるからあるからで、忘れてないですか。池袋チャンスですよこれ。池ちゃん池ちゃん池ちゃんデジャブ。まあまあまあ最後パインパインパイン。まあまあまああプッシュを押すたびにちらつくんですよ池袋が。山手線がちらついちゃってもうハーネスどころの騒ぎじゃないんで。おい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 ガガガニ中よ。これ3だよ。あ、いった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 。プッシュあるぞ。
部長。3回目このリールロックからのプチューンはこれは気持ちいいわ。本日3回目のありがとうございます。これいいっすね。いやこれあるぞ。てか4000まで止まってんじゃダメだなこれ。頑張りますか。万枚目指して。アーレスト万枚だろこれ。本日3回目ですよここ。いいですね。でゴッドのストックとは別にもう一個あのジャッジメントあるんで、これ結構やばいことになってきた。昼飯食ってる場合じゃなかったら。いや出すか。これで万枚出たら俺何年ぶりだろう。確か19の時だったんですよ万枚出したのが。アーレスト人生初万枚、思い出の機種です。これプチューンやん。これプチューンゴッドやん。寿司やん。俺めっちゃ忘れてるわ。池袋のことばっかり考えてて。うわめっちゃ嬉しいけどめっちゃ悔しいんですけど。ええ池袋チャンス、池袋チャンスは残ってるんですか。ああ、じゃあまだまだ頑張れる。おお。30じゃないだけ全然いい。いややっぱリールロックいいよな。ハーネスは対戦は対戦で第一ステージプチューンとかあるから、まあ、あれもめちゃいいんすけど、このリールロックのあの動きもうなんだろうな、すげえなんだろう、腰つきいいよね。こういう動きするからエロいんすよね、なんか動きが。怖い。じゃあ、よしよしよし。でジャンプ。はい。よっ。おお。なんで果てられ揃うんだって。さあついに来たぜアレス。よし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 。なんで果てられ揃う。ちょっと待って、メダルに今玉詰めてる最中で。ちょっと待って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 、これほんまにやばいやつや、ほんまにまんまに出るやつやこれ。さあというわけでおもむろに手紙に狙ったら揃ってしまいました。ハーレスズガラでございます。いやマジか、なんか今日俺どうかしてんな。絶対フェイクやと思ったんですけど、俺なんか勝手に揃っちゃいましたねあれ。さあ行こう、来い。真剣勝負、マジでギャグいらんぞ、本気。俺はマジでマジで取りに行きます万枚。いくぞ。おい、いらっしゃい。おーい、遊びでやってんじゃねえんだぞ、信じろ。よし、そういう態度で来るのね。なるほどなるほど、全カットイン。うわちょっと待って、なんやこれ、ローションでも塗られてんちゃうか。こんな滑るっておかしいやろ。大丈夫、いやちょっと待ってよ、一回でもこれで刺したらね俺の勝ちや。しかもこれ今倍打ったろ今。ようやくいっか、こっからあるよ、倍打ってた。うわもう一発来た。あの青で倍打るとリロック確定だった気がする。裏返れ。いやまだあるぞ、来い来い、ぶっ壊してやるぞ、いける。よし、もう戦いに終止符を打つ俺は。これ回れば最強。いやまあ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  0% があるんでね、しょうがないです。うわまだ出る。
出さなあかんぞ、もう出さなあかん。行きましょう、500ゲームです。残り645ゲーム、ゴッドステージ。いやー、今何よりも思ってるのか、とりあえず昨日の負けを取ることで嬉しいっていうのをプラス、明日休みなんで閉店まで行けるんですよ。それがめちゃくちゃ嬉しい。さっきまで目標にしてたところが通過で、もう俺は目指してるのはまんまや。さあ6000万オーバー、通過点や。こんなもん、今まで出しっぱくれたハーネス何回もあったっすけどね、全部今日この日のためなのかもしれない。おい、嘘だろ、2段か。うわー、これはさすがに弱い、これはさすがに弱い。まあでもフェイク、おいしょおいしょ、この方がいい、この方がいい。まあまあまあ、フェイクで終わるよりかは全然この方がいいです。よし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 、まあ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 、オーケーオーケーオーケー、大事ですからね、この30で届くかもしれん。おい、激アツ公園池袋、池袋、いやチャンス。これはちょっとそんなリールロックルか、これはフェイクくせえな、さすがに。まあそろそろこんなリールロックで来るっけ。まあそうですね、あと1000ゲームなんとか上乗せできたら万倍、簡単でないですよね、1000ゲーム上乗せするって。だけどゴッド3発引いてハーネスローさせた今の僕ならいける気しかしない。じゃあここで行かなきゃいつ行くんだって話なんで、もう待ってくんないですよハーネスは。唯一隙を見せた今日こいつは俺に。まあリールロックあんな来るのがその証拠やね、煽りまくってるもん俺のこと、ウェーイっつって、ウェーイってハーネスが。さっきはこれでハーネスでしたからね。うぅー、おー、サンケトー、オーケー、回復。さあ行きましょう、7338枚獲得ですね。さあここから行きましょう、オッケー、行こう、飛べ、血を這うね、続け、やばい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 。さあ7539枚、まあ、あととりあえずじゃあゴッド分が2つありますね、いきます、来い、飛べ、よし、まあ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 、今日ペルちゃん全然やれてない、300の手だけだったからな、この目標475、まあ75ってのがないけど、行きましょう。とりあえずもうこれさせなきゃダメだから、これはもうここに来てのペルちゃん50はやっちゃダメだって、これはやばい、万枚無理っぽいな。これはダメだ、俺ほんとマジで全力やったんですけどね、まあ、毎回いつも全力なんですけど。さあやばいな、これラストちょっともう一回気引き締めないと、これ7800枚ぴったり綺麗ですね。頑張ります、俺がゴッドの分はとりあえずラスト。さあ馬乗せよっよ、飛べよハーネス、来い、行くぞ、飛べ、よっしゃ、おまたお前が今日めっちゃ出るな、ベルちゃん大丈夫、9分の1、カットインさえとりあえず出せばねチャンスはあるよ。ちょ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 、まだ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 、
かせてくれ、たっちゃん。これでとりあえずゴッド分終わりやね。まあ8000枚はいけましたね。ただまあ全然足んなかった。ゴッド自体にはそんな出せないな、やっぱ普通は多分もっと出せると思うんですけど。さあ8000枚ここで終わるのか。もう一声あるやろ。まあループにかけるのもありっすけどね。ありっていうかもうループにかけるしかないと思われる。あと1個はあります、絶対に。V ゾロの人なんで。ただそっからがもう未知数。よー、大丈夫、よし、大丈夫ね、オッケーオッケーオッケー。よー、いい、ナイス、大丈夫、よし、よしよしよし。頑張りましょう。8613枚、ここからもう一回、もう一発は絶対あるんで。頑張ろう。拳ですね。V ではないですね。で、こっからはもう一回一回がクライマックスで、もう続きはないと思わないと。てか多分もう本当にないと思う。そんな都合よくは取ってないだろうから、ここでやる俺は。しょうがない、全然いい。むしろ出てきてくありがとう、出てきてくれてありがとうっていう話でございます。行きましょう。いやー好き、マジで。100あるよ。いやー50100はいってくれ。150がある。いやー相変わらず今日は一度も超えない。70ゲーム現在8894枚、8891枚ですね。こっからはもう本当に分からん、あるかないかも分からん。なかったらもう俺のマンマイロードはもう立たれるし、あったらまだチャンスつながる。あってほしい、行こう。めちゃめちゃ取っとけ、わけわからんぐらい取っとけ。いやね、ベルする。普通だったらヘルゾン広角乗せたらんすけど、場所が場所なんで、これは前兆じゃねえか。いや、甘いか、安直か、考えが。頼む、会ってくれ。いや、V ゾロにするとやっぱその V でピタッて終わるっていうのがやっぱあるからな。大丈夫、大丈夫。よしよし、まだいけるぞ。つながった、マンマイロードはまだつながった。ただ本当にもうわからん、どこまで通用するのか。1000枚には乗りますね。あと300ゲーム、よし、9000枚オーバー。あと1000枚や、頑張ろう。大丈夫やですね、まだある。大丈夫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 。 2V7 2V な動きが、2V7、あ、じゃあ 27V。 やぶろ、あったらいける。
ここに来ての V ゾライン、どれだけいるんだゲルベロス。よしよしよし、300円も乗せればいいからな。とりあえず3つあるだから平均1人1匹100個。OKOKOK、 1匹100個じゃない、何言ってる、1匹100ゲーム乗せればいける。ラスト真ん前、ここまで来たら行くぞゲルベロス。お、俺の相棒ちょっと待って、バイブッター、俺の台かな、多分俺の台、何も乗るよ。下げな、まあ、いやーもったいない、90だ、続け、よーしゃー、いい人だ、いい子だ、ワン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 、いいけワン、いい、おお頑張るワン頑張るワン、いやーでもナイスナイス、もう、もう打鍵とは言わせねえ、もう言わせねえ。さあ140番のせいチャンスけどね、ちょっとできれば速い当たりがいい。15ゲームメダル25枚減らしですね。頑張るぞケロベルス、いこう、平均100取ろう、きついきつい、やめろ、ここで50は痛恨やぞ、クワッカー、60、痛恨の60、これは良くない。31枚、さあ、なぜよ、でかい、よし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 、これは中段リップが乗ってましたね、これはね、めちゃくちゃ助かる。ここが5桁になるところが見たいんですよ、そして皆さんにお見せしたいです、その気持ちが俺に今こうやってベルを降臨させてくれてます。すんごい来る、すんごい来る、これすんごい来る、これなんだこれ、外線やったらえらいことになってるやつ、やばいやばいやばい、このセットで生かそうとしてんじゃんこいつ、無理やぞそれは、それは無理やぞ、怒涛ですね。さあさあさあ、これ話が変わってきましたよ。まあ50ゲーム50枚減るとして、まあ800枚200枚出せばいいから、70ゲームぐらい上乗せできれば俺の勝ちで、なおかつちゃんと出たらね、最高9846枚、あと1個はある、できればすぐ出ろ、できればすぐ出ろ、はい、40枚減らされましたね。よし、最後だから合計42枚減らされましたね。ここでまくる、ここで出そう、あと200枚、出せる出せる、一応ここまでは計算通り、こっからは15枚役がうなる、これがもしかしたらラストケルベロスかもしれない、行きましょう、15枚役行きまくれ、言ってるそばから一発でも吠えたら俺の勝ち、吠えろゲルベロス、吠えろ、いやあかん、これ50やろ、よしよし、吠えろゲルベロス、だっかこいつギリギリまで180枚、理論上はぴったり、理論上はぴったりだが、そんなうまいことは言ってくれ、上乗せ出せる俺は、なんてこんな戦いをさせられてるんだ俺は。次のベルでこれでフィニッシュ、よっしゃー、ほらありがとう、怒涛に次ぐ怒涛のハーネスとの戦いでようやく万枚収めた。めちゃくちゃ嬉しい。
ついにや、これ俺どれまでハーネスのどれだけでハーネスの実践をしてきたか。めちゃくちゃ打ってきましたよ。ゴッドもめちゃめちゃ引いた。ただ全部結果がね伴わなかったんですけど、今日やっと実りましたね。よし OK。 というわけで1万23枚、ギリギリですけど5万枚でございますから、ありがとうございます。3311いいですね、ありがとう。よし、これただこれ32まで回すとダメ、やばいっすよね。ただここでやめるとかマジ愚かなんで、全然ある可能性めっちゃあるんで、あったらあったら今まで何してたんだっていう話になってくるんですけど、まあそれはそれで OK なんですけどね。いやこれねえだろこれ、まあ、V でしたからね、ケツが最後がね、あったら確実に流せるんですけど、ないと、まあ、一応ただ投資した時のあれがあるんですよね、このガッシャージボタン押してるんで、待て、来い、あもう一回、あっ、よし、オーケー、まだまだあるわ、バババ、オッケー、成り上がりー、はい、ドーン、バーン、ドドドドーン、バーン、バーン、1万1000枚いかなかった、1万996枚、まあ僕の予想だとまだまだあると思うんで、あれおかしいな、いつも全長来るところで来てないぞ、おかしい、ちょっと遅れてくるのかな。さあここ頼むぞ、うわねえ28、29、いやない、多分こんな遅い、あのギリギリで無理だと思う、間に合うんだろこれ、いや次32、はい、ダメでした、まあ、まあでもまあまだちょっとだけ、いやもう打ってみるか、こんだけ出たら待ってくれよな、仮に今状態良かったとしてももういい、俺本当に満足したから、とりあえずこれで一旦やめるか。はい、というわけで、まあ、状態も別に普通なんで、まあ、プルートステージにはいるんですけど、まあ、デメも普通なんで、もうやめようかなというふうに思います。もう満足でございます。もう何回ループしたか、ちょっと僕今把握できてないんですけど、多分まあさっきみたいに、こう、多分この辺に出てくるかなというふうに思うんですけど、いいっすね。やっぱ万枚ってのは、気持ちいい。この感想はちょっとエンディングでしっかり言いたいなというふうに思います。ありがとうございました。そしてありがとう。お前の方はもう忘れんよ。これ人生2回目のハーレスパーマイです。ありがとうございました。これマジお守りのおかげやがんな。はい、まあこれが今日の僕のグラフですね。最初まあ謎当たりっぽいの、まあなんかチャンスメガなんかで当たったのと、キナダ3連で当たって、これでうわいいなと思ったんですけど、そっからいきなり1100ハマって、うん、ってなってたんですけど、そっから一撃どっかーおまんまい、ありがとうございます。もうチューしたいマジでもうめちゃくちゃ嬉しい。とりあえずこれ流しちゃうというふうに思います。もう流してるところまで一応見てて、はい、というわけでお疲れ様です。磯丸です。ありがとうございました。なんとかようやくついにやつを万枚という名の、攻撃で倒すことができました。ありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しい。成り上がり回登録で何回目だろう。スタートライバー、シュラン、凱旋、魔術で今日6回目ですかね。ハーネスで万枚おめでとうって、ようやっとっすよ。ハーネスもう万枚出てもいいやろっていうくらい打ってたんシーゴットも引いてたんですけど、まあなかなか結果そぐわずという感じで、でまあ実際、まああんま動画で言ってなかったかもしれないですけど、今日ちょっと体調が悪かったんですよね。体調が悪くて、で序盤の方は結構なんかうわって感じでやってたんですけど、あの筐体がプルプルしてゴット揃ったくらいからなんかあのそれが薬になってちょっと体調良くなって、まあ、それでもねちょっともしかしたらなんか
元気なさげに見えちゃったかもしれないですけど、あの全然そんなテンションが低いとかそういうのじゃなくて、単純にちょっとってなっちゃってただけなんで、あのさっきあんま気にしないでといてください。はい、でまあ今日はね、もうなんとかまんま入れて、ただあのプチュンコと引いちゃったんで、引いちゃったってめっちゃいいことなんですけど、引いたんで、まあちょっと寿司をね、指数をねちょっとご覧といかんみたいな。いや激アツゴッドは引けなかったんですけど、まあまあもちろんもうこんだけ出たらね、ちょっとパーメシャちゃんと怒らんとあかんすから、ちゃんと怒らせてもらいます。はい、というわけでまああと、まあ今回ちょっと出玉紹介なかったかなというふうに思うんですけど、まあちょっとなんかめちゃくちゃ強かったですよ。多分俺が目で見ただけでめちゃくちゃ強くて、でお客さんのどっからも9名からも六角出ました、絆からも六角出ましたっていう情報がめちゃくちゃあったんですけど、まあちょっとなんか出玉の絵がちょっと使えないみたいな感じがあるかもしれないんで、ちょっとそこはちょっとね、全然あのめちゃ強かったです、めちゃ強かったです、本当にここ最近の中で結構本当に強かったですっていう感じなんで、まあだから別にそんな意味深な感じではないんで、そこはもうあんま気にせんと、まあとりあえずこんなねごたごた言わんと、今日はとりあえずまんまよ喜ぼう、これはね僕一人の力じゃないっていうこと、皆さんお気づきでしょうか。すいません、あ飛んできた、サンキュー。これですよ、これ、神田明神っていうんですか、神田明神、ごめんなさい、神田明神の、金運守り4年ものでございます。4年もの、この香ばしい色こいつのおかげで、あのねとこれを握りしめたままペルセポネハーレスやったからってあの結果出ないです。ただトータルで見た時まんまに出てるからね、これがもうこれ本当にありがとうございますよ。これ本当に今日本来僕多分負けるはずだったんですよ、流れ的には。もう前回でもだいぶバーンってなっちゃってなんで、ただもうこれで、もう書き換えた、俺は書き換えた、明日からもう俺は頑張って勝てるように頑張れたらというふうに思います。とりあえず今日はというか今は満杯の余韻に浸ってちょっとそれをおかずにしたいなと思います。今晩のね、まあ、とりあえずみんなで今日3人で来とったんですけど、みんなで飯食って幸せに帰りたいなというふうに思います。次の実践も楽しみにしててください。ありがとうございました。それとプラス、めちゃめちゃハーレスをね打ちすぎてると思うんですよ。本当実際自分でもね結構やっぱいい番号引いたハーレスっていうのがあって、でもそれは今日のっていうかそのまんまに出したいって気持ちがめっちゃ多かったからです。で今日ようやく出せたんで、まあ、でもこれからもまたそういう声があれば打っていこうかなというふうに思います。ありがとうございました。これは返します。もともと僕ので効力なくなったっすけどね、それはありがとうございます。ハグヨンドガウオー出ないで。はい、というわけでここまで動画見てくださってありがとうございました。ただ動画を閉じるだけじゃなくグッドボタンとチャンネル登録ボタンも押してもらえると、すごく嬉しいのでよかったら押してみてください。ありがとうございました